はい。以前、最果て1時間切りしたら動画投稿します。なんて言ってましたが、本当に切ってしまったので、再投稿です。ついでに言うと、世界2位になりました。早すぎなんだけどマジで、なので前回の動画よりも、ガチなプレイをお見せできると思います。解説についてですが、このゲームの性質上、必要な情報量があまりにも多く、説明が間に合いません。なので特に重要でもないアイテムや、特徴のないモンスターに関しては、説明を省略させていただきます。GAに必要な知識やテクニックについて、まとめている動画もありますので、興味があれば見るといいでしょう。よくわからなかったらプレイしましょう。皆さん64は持ってますよね？え、持ってない。ちなみにこの冒険も、例によって乱数調整ではない証明のために、見せているだけです。知る人が見れば、一発で状況再現と見破られてしまいます。絶対にやめてください。ザ・エンドってね。はい、お疲れ様でしたってね。というわけで、そろそろ始めましょっか。すいません、気にもしたですけど、まだ時間かかりそうですかね。実を言うと、小休憩してネットしてるだけです。休憩中よ。すごく疲れるので、多少羽休めするのが試練 RTA のコツ。はい、用意スタート。いよいよ。こいつを倒せたら、出だしは順調ですよ。っておいおい。なんだこのフロア、アイテムがねえぞ。無理に決まってんじゃん。金ないだし。場所外じゃ倒せねえって、ギタンしか勝たん。ダメよ。場所外があるので、避けられても大丈夫です。本当だよ。今作の洞窟マムルは旨味が少なく、倒してアドが取れるのは、せいぜい6回まで。無理に出てくるまでリセルのは、精神衛生上よろしくないのでおすすめしません。まず見ないんですけど。来たね。早速がばっていくのか。こんなんで本当に奏者なんですかね。さあ。最果ての道では、1フロアあたり5個のアイテムが落ちています。床落ちでしか出ない必須アイテムがあるので、余裕がある時に拾っておきます。レベルが上がっているなら、この回は余裕です。さっさと探索して、降りろ。壺の中身を覗いて、L ボタンを押した時、オンアオンとなったら保存の壺です。もし保存じゃなかったら、未識別の巻物を入れてみます。やっべバトカン先輩じゃん。タイムアタックでは、忌み嫌われている装備として有名ですね。反射モーションが鬱陶しく、ロスになってしまいます。象牙の剣は勲章ですよ。銀の上限こそ少ないですが、高い攻撃力がとても優秀。序盤であれば合成することもないので、この剣が実質最強でしょう。最果て TA では、とある腕輪がないと、記録を出すことはできません。しっかり識別していきましょう。草、投げてしまったんですか？今作が草ゲーなことをお忘れか？ないと困る草が複数ある上、床落ちでしか出てくれません。絶対に無駄にしてはいけません。もしアイテムが持ちきれなくなっても、できるだけ草以外のアイテムから使うようにしましょう。幸い次のフロアから店が出やすいので、識別して手持ちを減らすことを期待できます。レベルが上がっていれば、この辺は思考停止で走っても大丈夫なのが嬉しいです。もしレベルが低いままであれば、リセットするのもやぶさかでない。お、開いてんじゃん。2000草は幸せ確定。
五尺草は売り値で判定。名前付けはプレイヤーの特徴が大きく現れるところです。見比べると面白いですよ。自分の場合、特定できないものは、値段の数字と、あいうえおを対応させて命名しています。例えば一番出る500の草は、あ300なら、う400は、えという具合です。また500の草でも、店にあったら赤、のように、余計な文字を加えて区別してます。とりあえず泥棒するために、階段を探しに行きましょう。火柱の杖はレベリングに使えます。出たら一手つがりを考えましょう。どの試練もそうですが、序盤はレベルこそ正義。アイテムの消費量、加速、安定度のどれにも寄与してきます。レベルさえあれば、大した引きでなくとも深くまで進めます。記録を狙うのも、チャンスが多い方が楽だよね。そうだな。レベル上げ、草を拾って、店を待つ。これが最果て TA の一句。マジの記録狙いであれば、この辺から即降り気味になります。そんなことが許されるのも、とある腕輪が強すぎるからなのですが、それはおいおい。階段が店の近くにあったので、泥棒をすることにしましょう。今作の泥棒はガバガバです。どのくらいガバガバなのかというと、階段が動いてしまうくらいガバガバ。もうお分かりですね。なんだこの階段は。とにかく金が大事な TA なので、泥棒のうまさが最果て TA のうまさ、と言っても過言ではない。さて、先ほどやらなかった巻物識別は、ここでやってしまいましょう。巻物の中には、床に張り付いてしまうものがいくつか存在します。またとある巻物が重要で、男識別したくないので、なるべく値段を調べてから一気に読みます。なので、保存の壺に入れて売り、値段識別を行いましょう。一度に値段がわかりますので、泥棒の時間短縮にもつながります。泥棒前提ならば、床にバラー巻きしてもいいでしょう。識別が終わったら、天守をどかして階段を降りるだけ。簡単でしょ？なんだこの匂いは。何か忘れてるような気がしますが、ままやろ。この壺、深い。容量見なら合成確定。はぁーはぁーダメー何してんだ痛恨のガバ劇、巻物の識別を忘れてるなんて、笑っちゃうんすよね。こんなんで記録に傷ついたら、後悔しかしないんだよな。よく覚えていないのだ。やべえよやべえよ。動揺しすぎてバト缶合成しちまったよ。壊れちゃった。というのは、そうです。僕はバト缶を使います。今作、割と敵が強いです。それこそ13回くらいから殴り合うのがきつくなります。レベルを上げて力を上げて殴れ、が試練にですが、力は上がるとも限りません。また、初代ほど反射モーションが長くないので、倒す確定数が変わるなら、ロスもほとんどありません。という理由から、自分は合成するのですが、他の奏者が合成することは、ほとんどないのでした。これがわからない。持ちきれないので、へつえを捨てます。不幸だねー。このフロアでは、毒サソリというモンスターが出現します。力を下げられると、ダメージが大きく減るし、何よりすごくイラつくのが厄介です。毒対策がなかったり、レベルを上げてしびれサソリにする手段もなかったら、ここは即降りでいいでしょう。なんだか大げさな BGM が流れましたね。しかしまずはレベル上げ。大部屋なので、戦車の誘導がしやすいね。一鉄戦車を作れることが、最果ての一歩となります。一鉄を作って倒せなければ、
最果て PA するのは早いと言っても過言ではないってつうことね。なるべく一気に倒してレベル20以上にしたいですね。とにかくレベリング重視なのが自分流。序盤はレベルでゴリ押しが基本。はい、レベル6。ところでさっきの BGM、 プレイの方ならワクワクしてますよね。あれは黄金階段、特定のフロアにだけ確率で壁の中に現れるものです。レアアイテムがあるのですが、行けばそこそこ長く、しかも他のアイテムが手に入らなくなってしまいます。だから行く必要はないんですね。まあそういうことなんですよ。冗談ですよ冗談。ちゃんと言った理由があるのでお話しします。まず黄金の間に行くメリットとして、強力な武器が手に入ります。非常に攻撃力が高いマンジカブラ、インガ7つあるドラゴンキラー、この2つが目当てですね。他にもびっくりの壺から星腕輪が狙えたり、レベリングがしやすいという利点があります。一方行くと良くない理由としては、とにかく時間がかかること、また力の草や音切り層が手に入らなくなるという問題があります。ですがこの問題は今回の式ではクリアできてますね。そして神土偶を見つけました。識別し放題です。さっき巻物を識別し忘れてたけど、こうなることを予測してたんだよ。これは本当です。ちょっと話を戻して、力の草が手に入らないというデメリットに関して、実はあんまり問題にはなりません。なぜなら力がもはや必要ないからです。不要だ。これまで最果て TA では超記録を出すために、バコ投資の腕は根絶やしの巻物が必須であるのに加えて、いくつもの神引きを付帯する必要がありました。その一つが力ドープセット。しかしセットが揃うことなんてめったにありません。それこそ全て出てくれることなんて1000回に1回もないくらい低確率でしょう。そこで自分はどうすれば式に頼らずいい記録を出せるのか、そこに注目してみることにしました。夢でしかないな。無理無理無理。ヒップの言うでライトハルトです。結論から言えば、パコ投資の動きを極限までうまくすること、これだけでした。何？敵にぶつからず、倒さず、下がらない、それを徹底することで、倒すための力、腕は修理のメッキ、ダメージの回復、これらを不要とする走りを身につけることができました。前回の動画と比べても速さと安定度に磨きがかかってます。後半ではその集大成を見せてやろう。黄金の間って喋ることないんですよね。割とロスに思われる黄金院ですが、武器だけ拾いに来る場所と見れば大して時間はかかりません。マップが固定なので階段の位置がわかるからですね。一番欲しいドラゴンキラーも出たので、さっさとおさらばするぞ。3階からは親父戦車が出ます。光学ギターを利用して楽々レベリングがやりやすいのだ。お、びっくりの壺ですね。アイテムが2分の1の確率で出ます。目当てのアイテムが出やすいので出てくれたら楽なんですが、わお、まあ出るんですよこれ。さて中身はなんじゃろほい。まずは1個目、最低限必要な片割れですな。そういえばしれっと草受けの杖出ちゃってますね。これは記録出る可能性こいつか。黄金の間最後にはゴミ箱が置かれています。なんとあっけない、あっけない方が良かったかな。さて戻ってきました。パコ腕輪が出たのでよく聞
低さを待たずに力ドープしちゃいましょ。さすがに装備が強いので、序盤は腕輪を使わず、ガチで進める判断です。序盤であれば力ドープも少しだけで効果がでかいですし、中盤以降は倒さずに進めたいので、力の恩恵も大してありません。ここで使う判断は正しいでしょう。というわけで、あとは2世外速折り、早いとこ合成したいところですね。レベルも上がってるので、しばらくは思考停止で進められそうだ。ここで力を上げた他の理由として、22の壁があります。22階から出るパオパオー。こいつがアホみたいにクソです。もう殴り合うことが命取り、おとなしく壁に入るべきでしょう。そこまで行くと相当力を上げてない限り、その先生き残るのは難しいです。だったら序盤の安定度、速度を高め、その間に必要な腕輪を出す。それだけを狙います。メッキ、力、回復がいらなければ、これだけでも十分記録を狙いに行ける。という、最低理論なのだ。もっと最低。まあ理想は全部すぐに出ることなので、完全な最速狙いには向かないと思います。腕輪ミツが必須なのは間違いないとして、他にも絶対必要なものもあります。出ました、マゼモン。彼にしかできないこと。もちろん異種合成ですね。回復の剣を作る必要はありませんが、回復できる剣は作らねばなりません。まあただ音に理想を剣に混ぜるだけ。理想は4枚。理想の印は、弟3回。かまいたち、回復の印は優先して入れるとして、5は音に理想だけぶっ込めばいいです。これだけで最果て TH 本セット完成。どう？楽でしょ？実際、武器と腕輪くらいであれば、30冒険に1回くらい揃います。というか、70分ギリくらいであれば、そのくらいで量産できるようになります。なので、こんな動画を見ている皆さんも、最果て TA に挑んでみてはいかがでしょうか。運ゲーのようで、がっつり実力ゲーなので、成長が実感できて楽しいですよ。今がチャンスだ、やるしかねえ。さてそろそろ本編。行商人がいますので、腕輪を渡し識別。お金に余裕があれば、行商人に拾わせて識別することも可能。割と忘れがちなテクニックですな。この行商、なかなかやるな。妖刀かまいたちに、よく草を所持。あのさ、もう草を消しちゃったんですが、どうしてくれるんですか？こういうこともあるので、低層から攻め攻めのセメントは難しい。そういえばパコーでは装備しないのか、と思う方もいるかもしれませんが。個人的な経験で、敵を2撃で倒せるうちは、殴り合った方が早いという結論に至りました。それに腕輪を破損する可能性もあるので、なるべくつけたくないわけです。そこで言ってくるのが、低層レベルゴリ押しというわけ。あまりにもうまくいきすぎて、低層で話すことがなくなるという問題が発生しちゃうんですけどね。さて、無事2体目のマゼモンが出て、武器の合成も会員以外揃ったという高ペースです。こんな時、投資の腕輪が出たらアホみたいにいい記録が出そうなのですが。まだ時間かかりそうですかね。このように、パコはあるけど投資がない、という状況。結構難しいです。投資自体は床にも落ちているので、天に立ち寄らずとも出ることがあります。また、投資なしだと安定性に欠けますが、タイム自体はロスなく進めたりします。なので、自分は投資だけないなら、たとえ見せラグがあっても階段を降ります。そうでもしないと世界なんて狙えねんだわ。やっぱ怖いっすね試練は。それにしても TA なのにめちゃくちゃ武器強くて、笑っちゃうんすよね。正直この時点では、また投資でねえのアーツマンねと、ぼやいておりました。腕輪が来なくても、イライラしない。試練 RTA は主要って、
それ一番言われてるから。あ。ぶねー。もう少し遅かったらどうなってたか、想像できますよね。あ、なりましたね、頭が。ザーコザーコ。壁ん中攻撃できないのマジ？はよいけや。壁の中からいたぶられ。レベリングは大事と、腐るほど言ってますが、23以上にはしなくていいです。まず、レベルは22から上がりにくくなります。単純に必要経験値が爆増するからです。また、最大 H ポイントが増えると、壁抜けダメージが増えてしまうからです。音切り等合成の回復量は一振りあたり一定なので、なるべく最大 HP は低くしたいのです。変化の壺かな？矢を突っ込んで腕輪を狙いましょう。何気に変化からも腕輪が出るので、なるべく吸い出しも残したいところ。へ？あかんゴミ壺やん。疲れてるししゃあがねえな。待てよ、入れた巻物って未識別じゃ？言い訳させてください。黄金の間に行ったのに、血めぐみ読んでないとかありえねえだろ。なんで僕はバカなの？バカじゃない。僕はバカじゃない。僕はバカじゃない。そやがばでしょ。こんなんで RTA やるとか。あ、おっさ。わし、笑っていいか？もうダメだ。動揺しすぎて腕は外したことすら忘れてるやつ、どうよ？実際、メンタルが一番タイムに響きます。最果て TA は、自分との戦いなのだ。いかに平静を保つかも実力だ。緊張するんじゃねえぞ。今回はここまでです。ご視聴、ありがとうございました。そろそろ面白くなりそうな RTA、第2部発信もあるよ。前回は、黄金の魔を犯してきました。おっおう。どうやらもう一人の風来人が、彼の戦利品はい。神様、仏様、行商様。これは記録、もらっちゃいますか？やっちゃいますか？やっちゃいましょうよ。最果て TA を見通す神の目。それがこの投資の腕輪なのだ。パコレプキンの腕輪と揃えてしまうと、最果てが破壊されるという伝説が残されています。そのためこの二つの腕は、とても出にくく設定されているようなのですが、揃わないと記録になんねえんだよバーカ。ふざけんじゃねえぞ。貴様が怖いので腕は外し、あと欲しいのはそこまでないですが、一応見ておきましょうか。は？これマジ？このフロアだけで揃ってしまったんですが、それは、ともあれ腕輪の破損を気にする必要がなくなったため、かなりの爆アドですよクオレハ。ここで一つ、パコレプキンの腕輪を使った泥棒法をご紹介します。もちろんその前に、売却して資金調達を。彼、ナイトです。アッポネウ。こうするだけで、簡単に天守を追い出せます。本作の独自仕様として、天守が店内にいなければ、泥棒がバレません。こうやって天守を外に出せば、戻ってくるまでは盗賊番を呼ばれないわけなんですね。階段が近かったので、こんなことする必要がなかったと思うかもしれませんが、確かにする必要はありませんでした。こういうのを、専門用語でガバというようですね。ガババ。さあさあここからが最果て TA の面白いところですよ。一見、敵が見えて、壁に入れるなら、もう楽勝じゃねえか、と思うでしょうが。実はとてつもなく難しいんだわ。大抵は倒されるか、腕輪が壊れて終わりです。そのせいで、最果て TA は事実上、アクションゲーへと変貌します。さてさて本編。この地形は鉄アレイ型。一本しか通路がありません。何気なく持ってたかまいたちの矢、まさか活躍するとはね。アーメンドクセマジで、右下の敵が像だと積むので安定たく。
さすがに全スルーは HP がやばい。仕方ないので殴り殴り。隊員と力があれば、こうやって思考停止プレイできて楽なんですよね。そういえば、パコ投資ムーブ中はどう判断しているか、気になる方もいると思います。ぶっちゃけ意識せずできるようになるのですが、あえて解説をしてみることにします。まず開幕は赤と青の点。最初は B ダッシュで探索。I ダッシュだったら象と衝突したぞ。行き止まりなので壁突破。華麗にかわして左、起こして右へと受け流す。お泳ぎのゴルは、サソリがこっそり眠り上がって。ドラゴンもしっかり回避、すぐ左に部屋、さらに左から敵来てる。罠と左敵ケアで端から侵入、そのまま下に退避、しかし下に部屋なし、ドラゴンを誘導して左上探索。青点も赤点もなし、長い通路そうなので B ダッシュ、これで即ね。HP が満タンなので、罠ケアで壁を進め、部屋の中は歩きたくないのだ。うまいものですね。ふざけんな！なんだこのクソ階段、こんなんじゃタイム。ゴールちゃん！やってることは単純でも、これを素早く確実にやるのがクッソきついんですよ。しかもこの辺はまだぬるい方です。なぜなら、ミスっても被害が少ないからですね。以降はどんどんミスの重みが増してきますし、イレギュラーも発生してきます。店売り4000はメッキ確定。これで投資もほぼできて、壊れエンドはほぼなくなりました。できてきた。純必須アイテム、根絶やしの巻物ですよ。これで最低限のものはすべて揃った。マジで世界記録あるぞこれ。あぶねー。しかし根絶やしくん、とても高額です。もちろん買えないので、バコレス金泥棒。階段は気合で見つけますぞ。強行突破と比べ、この方法の強みは、なんといっても泥棒コールまでの時間が稼げるところ。階段が見つかってなくても、泥棒が成功しやすい。準備に時間がかからないのです。投資があれば店主に殴られる心配もないため、ほぼ成功します。TAR なら必須技術ですよ。そういえば、結局出番がなくて、説明しそびれてたやつの話でも。この辺りでは、パオパオというモンスターが出てくるのですが、そいつがとんでもない特技を使ってきます。あ、しびれる！そうですか。こんな感じで、殴り合うと巻き羽を食らってまず負けます。これが、22の壁の正体。子供がこんなんやられたら投げるに決まってんだよな。え、ちょっと待って、何これ。ちょっと落ち着いた方がいいね。心拍数上昇しすぎてて。まともに話せないわ。見切りの盾は、直接攻撃の回避率が大幅に上昇するのです。何がやばいって、腕輪へのダメージは、ヒビが入ってからの直接攻撃でしか蓄積しません。つまり、見切りがあるだけで、腕輪が壊れにくくなるのです。もちろんダメージ自体も受けにくい。こやもう世界記録チャレンジ、失敗するわけにはいかんな。ですが世界は56分18秒。この圧倒的記録、なんと7年も破られていません。頂点に挑戦するには、今から20分でクリアしろと。どうなってんだよほんと。負けねえから！ところで、この辺からは、かの有名なアークドラゴンが登場します。ですがドラゴンなんか怖くない。今回は、ドラゴンシールドがありますからね。それよりも恐ろしい奴が、至るところに隠れています。なんだかわかるかな？なんとそれは、眠りガスです。マジで死因の大半はこれです。5ターン行動不能になるという罠なのですが、様々な理由が重なって、とんでもないクソと化しています。まず、本作は盾が弱いです。他作品の半分くらいしか、防御性能がないと思ってください。さらに今作では、行動不能の時は絶対に攻撃を回避できない、という仕様があります。見切りがあろうが関係なし。敵の前で寝たら、もう死んだも同然でしょう。さらにさらに殴られますので、腕輪へのダメージがマッハ。この罠のせいで、散った記録は星の数よ。嫌だね。なので、この罠を警戒して、
他の走者とは違った走り方を実践しております。当たり前ですが、罠は部屋にしかできません。通路ならば安全です。逆に言えば、部屋を歩けば歩くだけ、罠にはまる可能性が高くなります。なので、壁移動を多めにし、なるべく通路から通路へ。これだけで結構変わります。それから、眠りが巣は5ターンなので、モンスターとごと離れていれば、基本無害となります。壁移動を多めにするのは、敵を引き離すのも兼ねているわけなんですね。もちろん壁移動が増えると、壁抜けダメージも多くなってしまいます。ですがそこは前にも話していた、絶対回避チルドレン双方により解決できてしまうのですよ。これがワシ流の走り。極限まで安定を追求しつつ、最小限の引きで駆け抜けるのだ。この走りがどのくらいうまくいったのかというと、この冒険においては、クリアまで投資にひびが入りません。前回の動画では、一瞬で両方ひびが入ってましたから、随分と成長したもんだ。お店ですね。階段が見つかってなければ、見に行ってもいいでしょう。ですがパコキンが邪魔。堅実に杖で処理しましょ。なお、40回からは、クソガイアクカタツムリが出るため、密着せずに杖を使えません。一つだけ言いたいことがあるんです。この店はクソだ。ゴミを見せるなゴ店が。今の状況だと、草、巻物、杖しか見る価値はありません。もっと言えば、復活の草か、白紙根だやし以外はどうでもいいのですが。さて、ここはパコワープしたいところですが、安全に角殴りし回復。一見適当にパコワープしてるように見えるかもしれませんが、ちゃんと敵の位置を見ています。なるべく敵が通路にいる時を狙いましょう。着地狩りの対処はなかなか難しいです。複数体に絡まれると、もう草か巻物でしか逃げられません。ここはそんな巻物か、あわよくば白紙狙いで、中洲を見てみましょう。ないです。殺すぞ。すみません、不適切な音声が流れてしまいました。正しくは、殺すぞ、です。もはやバトルカウンターなど、不要だ。こんなガバガバ立て使うやつを言う？階段運いいっすねー。ずっとガバ界でいいのに。そういえばガバ界に関連して、ちょっと面白い出来事がありました。今回、自分がこの記録を出したことで、TA5 位から、2位まで抜き出たのですが、なんとその数時間後、現4位の方が、自己ベストを更新する好記録を出します。一応言っておくと、1時間切りの記録なんて、長い歴史の中で20弱しか出ていません。それはそれで珍しいことなのですが、問題はそのプレイ内容。それはもうとんでもないレベルのガバガバ階段を連発し、意味不明な速さで駆け下りてました。その人を抜いて冷えてるかーなんて思っていたら、まさか数時間後に抜き返されるとか。ということにはならず、結果は58分と、なんとか抜かれずに済んだわけです。もしあの時抜かれていたら、この動画はなかったことでしょう。それくらい。まあでも研究が進んできて、今では1時間切りもチラチラ出てくるようにはなっています。それはそうと、いつの間にか力ドープセットが揃いました。これはもう記録もろたで。まあいくら意識したって、ダメな時はダメなんだよ。ですが予備レクシーがあるので、まあいいでしょう。ヒビが入っても、罠や投石攻撃で腕輪が壊れたりはしません。極端な話、打撃を受けなきゃ腕輪は壊れません。この腕輪がどこまで持つのか、予想してみてください。当てた方は、最果て TA のセンスが、です。さあ走りましょう。あまり話すことがない本編ですが、このフロア、何か変だと思いません？右下、何にもありませんね。
今作の地形生成、結構クソで、むちゃくちゃ偏った部屋配置になったりします。このフロアの場合ですと、四隅のどこかが全部通路になり、全く部屋がない地形と予想できます。こういうことなんですよ。なので、階段を降りてまずやることは、フロアの様子を見て、どこにどのくらい部屋があるかを考える。そうしないと、今のように階段部屋を見逃してしまうのですね。実践しなくていいから。この地形予想は、先ほど述べたパコワープの判断にもつながってきます。仮に敵がどこにいるか見えてても、どこが通路で部屋なのかわからないと意味がありません。なので頭の中では、ポケ団の空間把握ができてないといけません。すっげー白くなってる巻物オフスオフス。これで根絶やし2回部、マジできてるぞ。この先、根絶やしたい敵が2種いるので、両方消せるのはめっちゃ嬉しいぞ。タイム的には微妙ですが、加速要素が揃ってるのは期待できますよ。もう考えただけで最高や。開幕階段かクソ階段。極端すぎません。しかも被弾しちゃってさ、気持ちがたるんでるって、はっきりわかんだね。ガバはガバを呼ぶ。これ、義務教育ね。水路マップの壊せない壁部屋、こいつだけは許せねえ。カッパは水中では攻撃してきません。おそらく届かないからでしょう。細かいねー。ところでこの辺では、絶対にモンスターと接触してはいけません。装備を消し去る居合、腕輪を呪うクソワラドール、合成を消す土砂降り坊主。特に坊主に土砂降られて見切り、3の因が消されたら目も当てられません。絶対に当たらないようにしましょう。絶対に当たらないようにしましょう。言い訳して、いいっすか？今、強烈なラグが発生して、操作がずれてしまったのです。その元凶が、ちらちら見えていた、投石の土偶。それはもうやばいラグです。こればっかりは、やってみたらわかるとしか、言えません。それよりも、素晴らしい復活の草をいただきました。この調子でいけ。ここで呪いチェック。呪われてたら、乗り移って怪獣。これ大事ね。腕輪を外せないってことは、パコワープできなくなるってこと。最悪、壁から出られなくなります。このワープだけでも、パコ腕輪の魅力半分を占めていると言っても過言ではありません。序盤でせっかく腕輪が出ても、呪われてると困ってしまうので、お払いは大事にしたいですね。なんと呪われた因果か。ガバが増えてないか？そらそらそうじゃん、記録かかってんだぞ。緊張するに決まってんだろバーカ。今さらですが、アイテム欄切ったねー。ひどすぎないかこの人？あっち分でしたね。なんでこうなっているのかというと、理由はアイテム欄一番上にある腕輪。ボタン連打で着脱できるよう、ここに並び替えているのですが、整頓すると下に行ってしまいます。だから、そのままにする必要があったのですね。二人は幸せなキスをして死亡。復活アザース。さすがにアイテム欄汚すぎて混乱中。一回くらいまとめるべきやったかな。本当は地雷なばりを入れたかったのですが、一滴を消せるようになったのですて。ついでに命の草も捨てて、いよいよスパートかけに来ましたね。この状態になると、いかに事故を起こさないかが勝負の決め手になります。事故になりうるのは、大部屋マップをはじめとするクソマップ、土偶コンボなどがありますね。なるべく積みコースを減らすのが、ローグライク RTA のコツではないかと思います。例えばパコワープした後に、複数の敵に囲まれてるとやばいですね。
そうなってないように、爆睡などの巻物、杖を切らさないことが重要。逆に切らしてるときは、そうした危険行為をしない、というのも大事なんですよ。わかるか？おっ、一血戦車だ。根絶やし投げたろ。とその前に注意点があります。この階層では、別の敵に化けてる奴が出てきます。一鉄は倍速なため、動きを見るとわかるのですが、よく見ないとやらかしてしまいます。こんなことを言うのも、自己ベペースで大烈風に化けたなりきりマスクを根絶やして、終わった人がいるからです。嘘だろ。オクトブタは死ね登場だ。まずは華麗に回避しての。彼はデブーチョ。本作では異様な強化を遂げた、クソ中のクソでございます。ヒコマスという、絶妙に見えない位置から、50ダメージを飛ばしてくる、随一の自己メーカーです。こいつを警戒していれば、死角から銀の矢が飛んできたり、この辺からが最果ての難所なんでしょう。いえに、エッジポイント管理が重要な区間というわけです。実力が試されるわけだな。豚の性質上、倒さないと危険なのですが、こいつ、むちゃくちゃ硬いです。なので、こいつをいかに無視できるかがタイムに関わってくるわけです。こんなの無視できるわけねえだろうか。はじめの方で、力なんていらんいらん、と言ってましたが、ここだけは別です。実際、世界1位と2位タイでは、力が50を超えているため超火力で殲滅できています。今回は剣を加味しても、力30くらいなのがきちい。しかも回復の剣がありません。アホみたいな神引きしてますけど、さらに上がいるってことなんですよ。頑張るしかないよ。さあ60回、40分切りでございます。世界記録を出すならば、ここから10フロアあたり、4分で降りねばなりません。そんなの無理だろと思うかもしれませんが、案外いけます。まあ事故らなければの話ですが、果たしてどうなることやら。今回の紙引きポイントは、なんといっても復活の量。あまりにも出すぎてしまい、何枚あるかわからないくらい、数の暴力が使えそうです。なので編集で残り枚数を表示。まるでサスケバーサス断像だー。壺の中に1枚入れてますが、まさか忘れたりしないよな。ちょっと待て、この状況まずいですよ。せっかくなので、この状況をどう打破するかを考えてみましょう。まず、上の壁には入れません。これは、マップと HP バーの隙間から判断できます。また、この階にはエスカルゴンが出る可能性があり、迂闊に杖を振れません。爆睡読みが安定そうですが、この数相手に爆睡を読んだら、全員倍速になり面倒です。答えは複数ありますが、さて自分はどうしたでしょうか。え？アポーだな。超かっこいい打開シーンを見せると思った？残念ガバでした。恥ずかしくないのかよ。そもそも一歩目からしくじってます。初手下に歩いて、場所替えするだけでよかったんです。そうすれば水路でイスカも割り込めないし、自動でバネを踏んでくれます。また、左下に歩いてしまったのなら、そのまま水路まで歩き、パコワークしてもよかったでしょう。僕は二度も失敗してしまったのか。そうだよ。気を取り直して進みましょう。メンタル気を取られました。ガバはガバに惹かれ合う。これが、ガバ入引力の法則です。ですが、こんだけやらかしてても、復活未使用のまま来てるので、やっぱりうまいのか俺？ナイスもない。うんこの、無視して左に行くべきです。なぜなら、フロア右側にもう部屋はないので、こいつらとは出会うこともなかったからです。でも、豚がいたので怖かったんだね。そうだったんでしょう。過去の自分なんて、別人だから何考えてるかわかるわけねえんだよな。休憩中よ。
石やら矢が飛んできますので、HP はしっかり維持すべきです。任天堂64というところでここまで。ご視聴、ありがとうございました。何もない RTA、最後の部始まったな。前回は特に大きなガバもなく、いいペースで来れましたね。このまま事故もなく進めりや、世界記録の56分、切れますぜ旦那。こんなんで切れるわけないやろ。ここはあまりガチな吹き飛ばし2回で、爆睡は切りたくないです。もったいないですよね。白身の豚スルー。避けれる時に避けていけ。この辺では、赤い豚が出てくることもあるのですが、まだお目にかかれませんね。出なくていいんですけど、こうやって逃げつつ部屋を開いていくのがとても大事。さっきから大丈夫ですかあなた？実は腕は破損の心配もないし、復活も大量にあるため、被弾覚悟で突っ込んでます。一鉄を消した場合、適当にダッシュしても、大抵石かやが飛んできて足止めされます。なので、この辺に限っては、被弾のリスクが減るというわけ。一鉄が存命ならば、ぶつかるとクッソロするため、なるべく慎重に行きたいところ。こういうのでいいんだよ。ついに来てしまいましたか。通称蜘蛛の巣マップです。中央にでかい部屋、その周囲に小部屋という構成。大部屋マップと並び、流したくなるクソの代表格です。階段が中央にあれば、敵の対処が面倒ですし。小部屋にあったら、見つけるのが困難です。まあすぐに階段が見つかりや、何の問題もないんですけどね。すぐに見つかれば。おっしゃー！死にましたー！あー、生き返るわー。見つけたのは、墓場でした。言われちゃった。私の気持ち。もし時計回りで進めば、こんなことには、階段探しなんて運ゲーじゃねえか、と思うかもしれないし、自分でも思ってますが、こうならないための手段は一応ありまして。大部屋の巻物を使って、強引に階段へ向かうだけです。マジでそれしか方法がありません。なので運だよ、運。ちなみに前回話していた、階段強運兄貴には、この時点では1分負けていました。ですが結果は逆転していたということは？まあ、そういうことなんですよ。今眠りガスを踏みそうになりましたが、こんな具合で少し壁に入ることで、追っ手との距離を空けることができます。こういうちょっとした意識だけでも、死亡率と腕は破損率を減らすことができると、考えています。ワープしたいところですが、敵がまとまってきているし、この死亡は倒すべきでしょう。避けすぎ献身。こういうのはいいんだよ。さて、いよいよ喋るネタも尽きてしまったので、1フロアだけ、挙動を徹底解剖してみます。奏者がどのような思考で、フロア巡回をしているのか、見てみることにしましょう。まず始まってやるべきことは、赤、青点の位置の把握から。ここでフロアをどう回るのか、どんな地形なのかを考えておきます。それと同時に、今いる部屋での対処を行います。この場合ですと、敵がいっぱい。そして上に部屋がありそうな地形です。なので上へ。鳥は弱いし、後で邪魔になる可能性が高いため処理推奨。ここ割と大事ポイント。HP が少ない時に、前から敵が来ています。この辺は、だいたい HP100 程度ないと怖いところ。そして前からは、遠距離攻撃を持たない鳥が来ています。こういう時は、
スルーせずに角から攻撃。回復をします。同じように、トラにも角攻撃からのスルーを決めたかったのですが、鳥が妨害。ここ重要。上と下、部屋があるかもしれません。左側に行く前に確認。上はなさそうだったので、下から進行。下もなし。天には階段なんてありません。ここで左に進む際、動く赤点をしっかり見ます。通路がくっそ長い可能性もあるため、敵がチラチラしていたら歩く。いなかったらダッシュ。長い通路かもしれないので、ここは B ダッシュするべき。ここで停止。右に部屋がありますね。もし敵が上から来ているならば、回避も兼ねて、右下の部屋に潜るといいでしょう。今作は、部屋が左右に配置されやすいようなので、このようにうねうね走ると、見逃しを減らせます。というわけで階段を発見できましたが、ああもうやだ。時間ねえって言ってんだろ。階段くらいさらしとけハーゲ。まだ世界ページではあるのですが、こんな階段が続いたら記録壊れちゃう。というかこの辺では割と世界出たなと思っていました。正直、話の種がなくなってしまいました。なので、今、好評発売中の、風来の試練5プラスの話でも、我らの親父システムが導入されたとのことなので、チルドレンからしても嬉しい進化でございます。多分ツインビームシステムとか言って、ネタにした RTA 動画を投稿する人も出てくると予想してます。で、多分その動画は伸びるので、試練 RTA つながりでこの動画の再生数も伸びると。ああ、いいね。我ながら完璧なマーケティング戦略。無収益なのが泣けちゃいますね。まあ社会的には何の役にも立たない動画ですので、うんこの形をした自己満足を垂れ流してるようなものですが。ところで階段、どこ階段？こういうマップ、難しいんですよ。あんな上のこと、見るわけないやろ。今作にも一時しのぎの杖だとか、明かりの巻物があったらいいんだけどねー。あーもうざすぎ。シコシコしてんじゃねえぞロシキショウ。君は、そこで何をしていた？ナイス。あーもうやだー。世界記録チャレンジ、終わるのか。どこにあるよー。こんなことこいつ殺してやる。はいはい、詫び階段523個くらいね。あんなんで記録逃したら死にたくなるわな。よしね。ふざけてんのか。集中しろやおらん。喋ることないんで、全解説の呼吸使っちゃいますか。落ちたな。まあ疲れるんでほどほどに。開幕したが邪魔なので上から巡回。この間に巡回ルート構築。右上が怪しいので調査。左からの敵を中止。突っ込んだろ。こんなんでお前大丈夫か。眠り助け屋でもお話。壁に突っ込めって言ってんだよ。ここは一旦潜ってダッシュダッシュで時間短縮。いい早技だ。耐久面がペラペラなのでこういうダッシュは勇気がいりますね。迷路はあまりになくて結構。探索を続行。水上では市販に注意。弾かれたら恥です。弾かれてしまった場合、巻物を使う他にもカッパの湯移りでサルベージ可能。角を使って回復したかったが自爆土偶が見えてさようなら。落とし穴でこのフロアからもさようなら。さようならが温かい。当たらないだろ。あってよかった見切りの盾。なかったら終わってんぞお前。素敵な階段、どんどん詫びろ最果てよ。左がクソなが通路な気がして右から探索を決意。やはり右にも部屋、ハウスは上から崩れそう。うねえ、見学したら終わりだと分かってんのか。まさか市販の前で眠って、装備全部弾かれて敵に当てられたやつ、おらんよな。草をふくってなんだよ煽ってんのか。
ともかくハウスは開けたくないので、期待栄光ランランこの辺はシコシコ野郎がいるため、ハウスを開けるとヤバめです。絶対最後に見ましょう。ちょっと想像と違う地形だけどまあいいか。上から半時計回りに進め。ここで前から敵が来たのを見て壁に入り込む。この探索は丸々モリモリ、こういうのがいいんだよ。ここはちょっと溜めて、風数増す。決まったぜ、もう時間がないし、バシバシ決めていけ。この技、目視でやるのはクソ難しいです。が、タイミングを取れば、4マスに限ってそこそこの難易度でできます。ここは冷静に回避しいの？突撃のとか古いんだよな。だから階段ねっつってんだろ。目にも止まらぬ早技で回避、焦りが見えてるだろう、でそう？切れそう。あんたね。ふざけんな！このクソチンチン野郎めお前。ちなみにこの辺では還暦が出るので、絶対にアイテムを拾ってはいけません。倍速2回攻撃を受けてしまい、行ってしまいます。地味に強いので、なお処理しすぎがせを逆走。今回はガス死してないし、歩き方自体はいいでしょう。罠多すぎなんだ罠。動きキレッキレやんけ、いいぞ。右は通路が長そうなので左から探索。下より左も長かった。来そう、できそう。やったー。さあ問題のフロア。荒らした竜巻大烈風の時間です。開幕は慎重に。ここにはおらへんな。またいないのかよ。地味にロスだからやめちくりー。彼は3倍速壁抜けとかいう、タコ投資絶対殺すマンです。持ち根だやし最重要人物。消せないだけで無理ゲーとかしてしまいます。ってちょっとまずいですよ。ほぼ生きかけてるんですがどうすんだよ。さあ、どうする？お前、目が、おとぎり層持ってんじゃん。もう一個の壺も見てほら。実は低層からここまで、一度もおとぎり層が出てなくて、完全に忘れていました。まあ最悪復活してもいいのですが、記録かかってるし、多少はね。チラチラ見えてますね、あいつです。外すなよ。外すな。地獄に。これで心配要素はなくなりました。ただひたすら前に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 進むだけ。視聴者の皆さんはただひたすら記録に向かって突き進む俺の後ろ姿を見ててください。ま、記録が出るかは約束できませんが、残り2分でクリアすればめでたく世界記録です。そんなの無理に決まってるだろ、と思わせといて、この辺なら意外とそのくらいで通れたりします。もう遠隔攻撃されないし、腕輪が破壊されるようなこともほとんどないからです。そういえば、このゲームの初代、フェイの最終問題でも、世界新記録が出てましたね。なんと43分です。どうなってんだってばよ。もう住む世界が違うというか、人間なのか疑うレベルですよね。ちなみに私は人間ですので、こういうミスをします。なんでこんなことしでかすかというと、B-6 すり抜けようとして、足踏みしちゃうんです。ちなみに B ではなく、Z を押して、I-ですり抜ける技もありますが、あまりにも難しすぎて、できる人物が生きちゃったりくらいしかいません。これはちょっとやばいかも。ちょっとやばいわね、これはちょっとやばいわ。とりあえず攻撃を決めていこう。ごま、髪は見捨ててなどおらんかった。わーい、あいや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 、うん、まだ可能性あるで、諦めてたまるか。あと1分、階段さえ遅くなきゃ、頼むぞ最果てくん。
残機はまだある。恐れず進め。厳しくないっすか？もうこのゲーム終わらせてくれー。もう一年以上最果てやり続けて、冒険回数2000回増えたんだぞ。報われたっていいよな。ほんのちょっとでいい。今だけ運をください、お願いします。何でもしてきましたから。ああそうですか、わかりましたよ。はいはい、最果てちゃんはまだやめてほしくないと、そういうことなんですね。終わってんな。おい、やってくれると思いましたよ。しょうがないのでセカンド記録チャレンジになりました。それでも残り1分しかありません。さすがに2フロア1分で終わるよね。最後くらい静かに見守りましょうか。嘘だろお前。どこにあんだよー。なんでそんなひどいこと言うんだよー。まさかまた迷路なわけあってたまるかよ。どこだ。あっ、なんだか、まだ2にはなれる。頼む、すぐ出てください。お願いします。一生自然しますから。こんだけクソ階段引きまくってんだぞ。最後くらいいいの出しても罰当たらんやろやろ。まだ間に合う、まだ。もう無理。か？ゲーム時間とは10秒ずれてるし、これはもしかすると、もしかするかもしれませんよ。これ、事故だよな。こんなこと初めてだぞ。一応ゲーム内時間で競うので、同率2位ということになりました。完走した感想ですが。まあ2位ならいいよな。試練を遊んでもいいですよね。いいよあり。終盤のクソ階段連打がなければ、可能性はあったんですがね。もうこれ以上の記録は出せる気がしないので、試練にはおしまいです。それでは、ここまでご視聴していただき、ありがとうございました。残りはいつものです。
しいな。